岡山駅にこのような展示がありました。特急やくも国鉄車両から新型車両へ。2024年4月6日に新しく特急やくも用の273系という新型車両がデビューします。それに伴い国鉄時代から長く走ってきましたこのサンパー1系も役割を終え、2024年の6月にはこのサンパー1系は姿を消す。よって日本国内で国鉄時代の特急列車車両は全て姿を消すことになります。長く続いてきたこのやくも号サンパー1系の歴史もあと3ヶ月というところですね。このようにずらっと岡山駅にも別れを惜しむような展示がされております。この273系もすごく良い車両で、ぜひ乗ってみたいものですが、なかなか岡山まで行ってそこから出雲市まで行くみたいな、旅行を立てるのはね、社会人にとって長期休暇を使わなければしんどいものがあります。こちらがその噂のサンパー 1系。 かつては特急シナノ、コウノトリ、黒潮など様々な運用があったこのサンパー 1系も、残すはこのヤクモの運用のみとなっていました。そしてそのヤクモの運用も6月で完璧に終わってしまうというところでしょう。ここで岡山地区で一番新しい車両がやってきました。うららでしたっけね。遊戯王で手札誘発でよく使われそうな名前をしておりますね。両方ともピンク色を基調にしておりまして、大変可愛らしいカラーリングだなと思います。最新と最古の共演、これが見られるのもあとわずかといったところでしょうか。おそらく車齢にして50年40年くらい差があるのではないでしょうか。それだけこのサンパー1系が長く活躍を続けてきたということの証拠でもあります。この日は1月1月、お正月の多客機なので4両編成ではなく7両編成に増結したこのやくも号に乗っていくことになります。出雲市から到着した列車は一度あちらの引き込み線へ改装されていきます。まあその中で座席を入れ替えたりですとか、あるいはゴミ箱の中身を片付けたりですとか、そういったスタッフの方が頑張って掃除をしてくださって、出発の準備が整いまして、折り返し、こちら岡山駅、確か2番ホームだったと思います。2番ホームに入線していきます。何気に1月にとって編集してるのが3月31日っていうね、すごく期間が空いたので若干記憶が曖昧でもあります。まあそこら辺はどうにかなるでしょう。7両編成のサンパー 1系、 4両編成だとちょっと寂しいところもあったので、こうやって長めの編成に最後に乗れたのは本当に良かったなと思います。そしてこちら幕式の車両もまだあるのですね。左側、6号車は確かあの電光表示 LED かなの表示になってるんですけれども、一番後ろの7号車は幕式の表示でした。何か改造が施されてないの違いがあるのかもしれません。まあそこら辺一応軽く調べはしたんですけれども、これ全部調べてたら日が暮れになっつうか動画出せねえな一生みたいな感じになったので、今回はあまり厳密には触れないでおきます。ここら辺の設備もまあ言ってしまえばあれなんですけど、やっぱり昭和の感じというかバブルの残りがというかね、レトロ調な、そんな印象を抱きます。ここ一席しかないのは何でなんでしょうか。詳しい方知っていたらコメント欄で補足していただけますと幸いです。では早速座りまして、この後ろの方のやつもね、なんか古めかしいんですよ。やっぱり設備面としては何回か改造はしているとはいえ、今の時代に対してはちょっと合わないというか時代遅れになってる感が否めないかもしれません。
さすがにガタが来てるなっていう感じのテーブルでもあります。あの肘掛けのところもね、塗装が剥がれてましたので、長年大事に使われてきたその、まあ男の勲章みたいなもんですかね。そんなことを言っておりますと、早速岡山駅を定時で発車しました。今回は新見まで乗りまして、また新見から岡山まで戻ってくる、それくらいに留めておいております。やっぱり結構遠いんですよね、出雲市まで行っちゃうと。そしてこの南風との同時発車が美しいですよね。岡山から2本の特急列車がそれぞれ高知と出雲市に向かって発車していく、この対照的な姿が非常に印象に残りました。おそらく273系になってもですね、極端に八雲もしくは南風のダイヤが変わらない限りは、このような同時発車が見られるのではないでしょうか。おそらく新幹線の待ち合わせの関係でこのようなダイヤになっていると推測しますが、どうなんでしょうかね。このように南風号が上をまたぎ、そして八雲号が下をまたいでいきます。素晴らしいクロスでした。あちらは高知まで2時間半くらいでしょうか。こちらは出雲市まで3時間くらい、もうちょっとかかりますよね、確か。倉敷駅手前で山陽本線をオーバークロスします。ここなんかミニ四駆のコースチェンジみたいで、個人的に好きな部分でもあります。なぜなら倉敷駅から大きく右へカーブして北上していくような線形に伯備線はなっているからです。このまま山陽本線の下り本線を走っていると、そのまま直線で倉敷に入った場合に、伯備線方面へ向かうのに相当なポイントの点線と、あとは上り線とのオーバークロスですね、そういうのが発生しますので、もしこの線路またぎがなかった場合、倉敷駅がとんでもないダイヤのネックになっていたことでしょう。おそらく東北新幹線の福島レベルだったと思います。まあそんな実在しない仮の話は置いときまして、列車は最初の停車駅倉敷に到着です。以前ここから11分だけこの八雲号に岡山駅まで乗った動画も出したことがありますが、まあそれでも結構楽しかったりもしますからね。まあ倉敷といえば結構有名な観光地ではあるんですけれども、僕はあまり降りたことがありません。いつかまた来てみたいものです。そして倉敷を出ますと、列車は山陽本線と別れを告げます。だいぶ急な右カーブをしまして、進路を北へと取り、伯備線の奥深くへと入っていきます。なんというか加速がとてもゆっくりというか、鋭さがあまりないですよね。この前々日には、キハ2700系の南風号ですとか渦潮号ですとか、そういった電車特急よりも加速が鋭いナイフみたいなやつに乗ったので、それと比べてしまいますと、なんかどうしてもちょっと見劣りしてしまうような、そんな印象を持ってしまいました。まあ、それだけ長い間この381系がめちゃくちゃ使い回されたということなのでしょう。本当に最後までよく持ちこたえましたね。列車は高梁川沿線を縫うように走っていきます。このように伯備線は川と一緒に北上するような、そんな印象がありますね。まあ川が浸食して形成した河岸段丘に、このように道路ですとか線路を引くのがかなりやりやすいといった、そういった事情もあるのでしょう。他には身延線とか、高山本線とか、そういったところも川に沿って線路が引かれてるなという、そんな印象があります。多分この下にある国道は国道180号ですね。列車は備中高梁駅に停車しました。この備中高梁駅は
全列車停車駅です。特急やくもの全列車、そしてサンライズ出雲号も止まります。ウエストエクスプレス銀河もおそらく止まったと思います。ここで数名のお客様の乗降を行った後、やくも号は北上を再開いたします。そしてこの7両つないでるやくも号の醍醐味というか、やっぱ皆さんここは撮りたくなるんじゃないんですか。僕は撮ってますよ。こういう風にですね、連結部を撮りたくなりますよね。先頭車のこういった形になってるのって見れないですし、あ、こういうところもね全然見れないですからね。普段通ることができないところを通ってみたくなるのが鉄オタの佐賀です。そしてこう見てみると、この参拝地形についてる、振り子装置の作用が分かりやすいんじゃないかなと思って撮ってみました。こうやって車体傾斜をすることによりまして、カーブを高速で通過しまして、よりですね、列車の速達化を図ろうという車両がこのサンパー 1系でした。しかしこの車体傾斜装置はですね、かなり乗り心地が悪く、僕もあまりこれ口に出したくないんですが、まあ、ヤクモにかけてハクモとか、そんな言葉ができているみたいです。ぐったりハクモとかね、言うだけは簡単ですけれども、やっぱり汚らしい言葉ですよね。鉄道ファン特有の何か蔑むニュアンスの言葉を好む悪いところが出てる、そんなような気がします。途中駅に停車いたしました。備中高橋より先、単線区間がかなりありますので、このように対面岡山方面へ向かう八雲号との離合がところどころで発生いたします。この内装もね、木目調で優しい印象を受けます。ただゴミ箱はゴミ箱ですね。まあそれ以上何をやりようもないとは思うんですけれども、私は昭和に生きたことはありませんが、それでも私が生まれる前からいろんな方々の思いですとか、あるいはお荷物を運びながら人々の足となってきたのだなという歴史を感じるような、そんな車内でありました。新見駅に到着します。ちょうど1時間くらいの乗車だったでしょうか。少々短くはありましたけれども、この八雲号を結構堪能できたかなと思います。まあ帰りも乗りますからね。それで合計2時間、最後にお別れとして参拝地形を楽しむには、まあ、それくらいは確保できてよかったなと思います。この新見の駅もかつては蒸気機関車ですとか、あるいは車両基地が配置された大規模な駅です。ご覧のようにポイントですとか線路がたくさんありますね。中線は主に貨物列車が使用しまして、奥にある1番線2番線はこの駅から分岐しております芸備線ですとか七神線の車両が使います。そして降り立ちました5番線6番線を伯備線の列車が使うという形になっています。かなり広い駅ですね。地方の結節点という、そんな印象があるこの新見駅、私初めて来ました。新見銀山とか有名ですよね。そういった観光地を訪れても良かったかもしれませんが、この日の最終目的地は尾道になります。そう、尾道、早急のパフナーの聖地、辰宮島に帰らなければいけません。尾道にまともな時間帯に到着するにはこの新見駅で折り返すしかなかったんですね。また大した観光の時間も確保することができないような列車に乗らなければいけませんでした。まあそんな事情はさておき、八雲号はまだまだ出雲市駅へ向けて走り続けます。先ほどあまり加速が鋭くないなと
申し上げましたけれども、こうやって外から見てみるとね、なかなか味のある発車シーンになって、これはこれでいいですね。なんか最近の車両ってすぐ発車していきますからね。そしてあちら、A級グルメの街新見市へようこそという自己肯定感高めの看板がありました。これ駅前にもありましたね。この新見市のね、ポジティブというか自己肯定感の高さね、皆さん見習っていきましょうね。何かあった時は新見市を思い出して強くありましょう。僕もそうしようと思いました。そしてこの八雲号のね、編成表ね、これいいですよね。なんというか、俺写真撮ったんですけれども、何両編成で来るのかなっていうのが一目瞭然です。よく東室蘭とか、あるいは南千歳とかで、あ、南千歳に電光掲示でありますよね。あの北斗とか大空が何両編成で来るのかみたいな、あれを見るのも好きなんですけれども、それと同じような感覚をこの表示で感じました。列車がいる駅もいいですが、列車がいない駅も、このガランドの空間もわびさびというかね、そういうのがあって個人的にいいなと思います。屋根がない越後湯沢駅みたいな、そんな印象をこの新見の駅からは感じました。では帰りの八雲に乗っていきましょう。もちろん一回改札を出まして、切符はちゃんと帰りの分買い直しましたよ。スーパー八雲号塗装の紫のサンパー1系です。これに乗りたいがために新見で降りて、この列車を待つことにしたんですよ。最後はやっぱり国鉄色とか、緑色の復刻八雲色、あるいはこのスーパー八雲色に乗りたいなと思いました。そして最後なので、乗車位置から分かるように奮発してグリーン車に乗っています。そう、このパノラマビューを見たかったわけです。残念ながらこの席には他の方がいらっしゃったので、今回この通路からの撮影のみになっています。あまりずっといてもね、気が散って迷惑なので、この新見駅発車のシーンだけ、このパノラマのところの通路にですね、ちょっと立たせていただきまして、動画を撮りました。このパノラマグリーン車ですね、僕ちょっと憧れではありました。小さい時に図鑑で読んで、黒潮の紹介のページにこのパノラマグリーン車が載ってて、あ、いつか乗りたいなって思っていたところです。結局乗車できたのはこんなに引退間際に駆け込みで乗車するという形になってしまいました。もっと早く東京に出て、お金もっと早く今の収入くらい稼げるようになったら、もっと早くあと何回か乗ることができたんじゃないかなと思ってしまうタイプの人間なんですけれども、まあ怒ってしまったことは仕方ないですね。それよりも次にこういった車両に巡り会えた時には、何回でも乗れるように日々のお仕事とかこの YouTube 活動を頑張ろうと思います。グリーン車はさすがに最近のものと比べると設備面で劣ってる感は否めませんが、それでもちょっとした奮発した高級感を味わうような空間としては全然いいものでした。こちらは途中沿線で見た、ちょっと気になった石灰岩を切り出している山というか工場ですかね。ひょっとしたらここで臨時の貨物列車とか出てたりしたのかなとか妄想したり思ったりしたんですが、どうなんでしょう。来る時とは逆サイドの席を取ったので、こちら側の車窓を見るのは初めてになります。まあといってもですね、高梁川と国道180号線が、見えるのはそんなに変わってないんですけれども、まあこのように河川が浸食して作った、谷をですね見ていくのは鉄道に乗ってて楽しいなと思う、その瞬間です。グリーン車とはいえちょっと洗面台は広くなりましたかね。
そこまで普通車と変わったかなと言われると、まあ微妙に自信はないです。ただこのグリーン車の表示、キハ 1% のハイデッカーグリーン車でも見た気がするんですけれども、このヤクモ号サンパー 1K でも見ることができました。そして先ほど1月1日の乗車だと申し上げましたので、皆さんお察ししてるかもしれないんですけれども、ちょうどこの辺で能登半島で大規模な地震が起きたというのがですね、僕の耳にも届きまして、この先旅続けようかな、どうしようかなと悩み始めたり、あるいは岡山新幹線の遅れがですね、岡山付近にまでも波及していて、尾道へ向かう新幹線が若干遅れるかもしれないみたいなね、そういったところでちょっと緊迫した空気の車内、岡山到着前の乗り換え放送も記録として残しておこうかなと思います。いや、この時の車内の雰囲気は結構異常でしたね。グリーン車の車内でもおそらく僕以外にも新幹線に乗り継ぐ方はいらっしゃると思ったんですけど、まあどうするどうするみたいな、震度6とかね、ざわついた、そんな雰囲気でした。遠く離れた地ではありますけれども、まあ親戚の方とかね、あるいはまあ会社で、僕も一人会社でお世話になった方にご連絡差し上げたんですけれども、どうにか無事という連絡が返ってきてほっと一安心しましたけれども、まあそういった連絡とか取ってた方もいらっしゃったんじゃないかなっていうくらい、車内が異様な雰囲気に包まれました。本当日本に生きてる限り、地震とは共存というか、なんというかね、備えていかないきゃいけない、そんなような自然災害ですからね、いつ自分の、いつ明日は我が身というかね、本当怖いものです。正直言って旅行の中止さえ検討したほどでした。いっそこのままのぞみ号で東京に帰ってしまおうかと思ったのですが、さすがにそれはしなくても良いんじゃないかと結論に至りまして、この後遅れている小玉号で新尾道まで向かうことになります。そしてこの旅行を続行するという決断をしたために、私は広島空港にて羽田の事故の影響で搭乗していた飛行機が欠航になるという、まあそれはまた波乱の旅行を迎えることになりました。本当に1月1日そして1月2日は異常な正月だったと思います。こうやって生きて動画編集をしていることに深く深く感謝、そして大変幸運なことなのだなと身に染みて感じる次第であります。さっきからね、この運転じゃないや、車掌さんのね声もね、かなり緊迫してらっしゃいますよね。それだけ JR 側にとっても緊急事態、非日常、エマージェンシーコール、そういったような位置づけの乗り換え放送だったんだろうなと心中察する思いであります。ヤクモ号自体は1分も遅れることなく定時で岡山駅に到着いたしました。最初で最後の乗車になりました、このパノラマグリーン車。多分俺忘れ物ないかチェック、外からチェックしてますね。まあ、やりますよね皆さん。やらない人って いらっしゃるんでしょうかね。なんかちょっと不安になりません？忘れ物してねえかなって、充電器とか。まあそれ言ってたらアンパンマンの南風号が入ってきました。スーパーヤクモとアンパンマン南風の共演です。この2列車の並びを見れたのはすごく運が良かったんじゃないかなと思います。今の列車のデザインのようなかっこよさとはまた別のかっこよさが、このパノラマグリーン車のサンパー 1K スーパーヤクモにはあるなと感じるものです。まあ、このスーパーヤクモの紫のカラーリングではなく、一番好きなのは図鑑で見た黒潮のオレンジと赤の昔の塗装が個人的に好きだったんですけれども、
まあそれはだいぶ前に、改められましたからどうしようもなかったです。この列車も雪で乗った八雲号と同じように一旦引き込み線に入りまして、折り返し出雲市行きの八雲号となります。早速ですが、八雲市に向けて折り返し発車していきました。4月6日からは新しい273系、そして6月には役割を受けるこの参拝地系、残りの時間も力強く走り続けてほしいものです。そしてアンパンマン列車と一緒に発車していきました。少し長めの動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録していただいて、次の動画も楽しみに待っていただけますと幸甚でございます。ご視聴ありがとうございました。またな。